セイクレッドグランドのシンボです。今回の動画は BMW S1000RR なんですが、2年ぐらい前にオーバーホールの依頼をいただいておりました。その時の内容と、さらにはリアショックのメンテナンスっていうのもすでに終えておりますので、この2つは概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。今回のしたる内容は、フロントフォークとリアショックをオーバーホールを終えて試乗を行ってどういうように変わっていったのかっていうことが題材なんですけれど、次回以降2回目ではですね、フロントフォークのカートリッジキット、微中ボのこの特殊な作りっていう面を少し掘り下げて技術論的に取り上げていくという内容で、3回目はスポルテック M9RR、 メッツラーのタイヤなんですが、これが取り付けて新品からまだ500キロぐらいということで、そのタイヤ評価を3回目に予定しています。というわけで今回は S1000 の試乗してどうだったかというところなので、本編に進みたいと思います。それではこれから始まります。微中ボのカートリッジキット、割といい動きをしていまして、ガス加圧といって割といい仕組みで、新品だと20万円以上するそうです。リアショックに関しても微中ボの XXF というですね、ツインチューブ、オーリンズでいうとこの TTX のような作りなので、非常に滑らかで、メンテナンス中手で押しても相当いいなというふうにも感じました。でこれを取り付けようとは思いましたが、 S1000 のこの初期型とか2型っていうのがですね、純正でもバネの値がリアなんですけれど 8.5キロとかありまして、私としては硬すぎるなというふうに感じています。今回はですね、微中ボのリアショックに変わっていましたので、サインハウスさんというところからですね、微中ボの純正のスプリングを取り寄せました。これは75ニュートンっていう、そういうものなので、純正と比較してもかなり柔らかくなっています。フロントは 9.5 ニュートンというノーマルの S1000 よりもやや硬い値を選んでいます。まとめると、フロントは S1000RR のノーマルよりも1つ硬いバネを選んで、リアに関しては2つぐらい柔らかいバネを選んだという内容です。これによって車体姿勢がうまくまとまって心地よく走れるなというのは、以前の経験からも確信していたので、今回はそのように改めたという経緯です。で実際に試乗した感触としてはかなり良かったです。フロントの 9.5 ニュートンという値はすごく扱いやすくて、街乗りサーキット問わずバランスよく使える値なので、とても扱いやすくて良い値でした。今回はツーリングペースというかですね、法定速度、流すペースでも車についていくペースでも穏やかにスルッとうまく走り抜けます。そして路面の荒れているギャップの多い部分でも、ガンガンガンとかガガガガっていうよりも、トントンという形でさらっと乗り越えていくことができて、非常にライダーが快適に乗れます。ですからこのポジションのきついスーパースポーツだとしても、1日走り終えて帰ってくるとき、集中力を途切れづらいという意味では非常に安全性も高まったし、乗り心地も良くなったというふうに、言えるでしょう。オーバーホールに関して言うと、2年ほど前にフロントはですね、シール等の消耗品は交換して、カートリッジキットはお客様から送られてきたものをそのまま組み込みました。ですから2年間ノーメンテナンスだったわけなんですが、ちょっとですね、摩耗というかへたりがあって、動きがすごく悪くなっていました。お客様もそれを感じていて、乗った私もそれほどいい動きをしていないなという判断でした。リアショックはノーマルから社外品に交換したので直接比較はできないんですけれど、やはりというか特にフロントに関してはメンテナンスサイクルが早い傾向にあると思います。これはもうレーシングパーツっていう形なので仕方ない部分はありますが、そういうものを入れていく場合はメンテナンスをしっかり2年前にきっちり行っていくっていうところが重要だなと、今回の作業を通して再認識できました。金額についてなんですが、これは PDF をご覧いただきたいんですけれど、今回このプレッシャライズドといってガスを入れる圧力のかかったフロントフォーク、部品点数が多くなってそれを全バラするということで工賃は高い部類に入っているわけなんですが、令和5年の4月現在ではフロントのオーバーホールとリアのオイル交換なんですけれど、それと脱着含めておおむねご覧いただいているような金額になっています。というわけで今回は試乗した印象とか金額について軽く触れたわけですが、次回は微中ボのこのカートリッジキット、非常に特殊な作りをしていますので、それについて少し技術論として深掘りしてみたいと思いますし、3回目についてはメッツラーのスポルテック M9RR、
このタイヤ非常に高感触でしたので、これについても久しぶりにタイヤ評価という面から動画を作っていきます。それでは次回の動画でまた会いましょう。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。